など対応に追われています。で、茨城県では先ほど行われた橋本知事の会見で、事故のあった東海村の施設から半径10キロ以内の公立私立の幼稚園小中高等学校の休校や、汚染調査の結果安全が確認されるまで現場から半径10キロ以内で農作物の収穫を見合わせたり要請したり、事故の起きた施設から半径1キロ以内の道路の通行を禁止したりするなどの対策を発表しました。また災害対策本部に入った情報によりますと、陸上自衛隊の化学防護隊が事故の起きた現地での情報収集にあたるため、昨夜埼玉県の大宮市の駐屯地を出発して茨城県に向かっていましたが、すでに到着したということです。この防護隊には放射能に汚染された地域でも一定時間走行できる化学防護車2台が含まれているということです。また災害対策本部に入った情報によりますと、 JCO の北谷社長が今日茨城県を訪れるということです。以上、茨城県庁でした。お伝えしておりますように、茨城県東海村にあるウランの加工施設で放射性物質が外部に漏れた事故で、新たに16人が被爆していたことが分かり、今回の事故で被爆をしたのは合わせて19人となりました。で、科学技術省などではウランを加工する過程で核分裂反応が連続する臨界が起きたものと見ていますが、茨城県では再び臨界状態になっている可能性があるとして、現場から半径10キロ以内の地域に住む31万人余りに今日の早朝まで屋外に出ないで建物の中にいるよう呼びかけています。昨日の午前10時半過ぎ、茨城県東海村石上戸宿にあるウラン加工会社の JCO 東海事業所内で放射性物質が漏れていることを示す警報が作動し、施設の周辺で通常の7倍から10倍の放射線が測定されました。この事故で JCO の社員の大内久志さんと篠原雅人さん、横川豊さんの3人が被爆し、千葉市にある科学技術庁の放射線医学総合研究所で検査を受けています。大内さんと篠原さんの2人は重症、横川さんは2人より症状は軽いものの、病院では3人とも慎重に治療を続ける必要があるとしています。また JCO によりますと、事故の際隣の建物や敷地内にいた社員11人が放射線を浴びて被爆したほか、東海村によりますと施設の社員以外にも近くの建設現場で働いていた5人が被爆していたことが分かりました。これで今回の事故で被爆をしたのは合わせて19人となりました。茨城県によりますと、施設のすぐ近くでは昨夜になっても通常より高い値の放射線量が測定されていて、原子力安全委員会の専門組織は現場で再び臨界状態が起きている可能性は否定できないという見解を示しました。このため茨城県では再び臨界が起きている可能性があるとして、現場から半径10キロ以内の9つの市町村に住むおよそ10万7千世帯の31万人余りの住民に今日の早朝まで屋外に出ず建物の中にいるよう呼びかけています。一方 JCO によりますと、ウラン燃料を加工する際に核分裂反応が連続する臨界が起きないようウランの量を制限することになっていて、1回にタンクに入れるウランの量を 2.4 キロまでと定めていました。しかし今回はおよそ16キロのウランを含んだ溶液をタンクに移そうとしていたということで、科学技術庁や茨城県では処理するウランの量が多すぎたため臨界が起きたものとみて詳しく調べています。それでは続いて、茨城県が屋内に出て建物の中にいるように呼びかけている地域をお伝えいたします。屋外に出ず建物の中にいるよう呼びかけている地域をお伝えします。茨城県が屋内に出ないで建物の中にいるように呼びかけている地域をお伝えします。茨城県が建物の中にいるよう呼びかけているのは9つの市町村の合わせて234の地区です。事故が起きた現場の施設から半径10キロ以内、9つの市町村を含む地域に住むおよそ10万7千世帯31万人余りの住民に対して呼びかけています。ご覧の市町村となっています。では詳しい地区の名前をお伝えいたします。水戸市は上国町と田谷町です。
日立市は石名坂町1丁目2丁目、大久保町2丁目から5丁目、大沼町1丁目から4丁目、大三河町1丁目から7丁目、大和田町1丁目、金沢町1丁目から7丁目、河原子町3丁目4丁目、神田町、久慈町1丁目から7丁目、下戸木内町、四国町3丁目4丁目。今お伝えしているのは、茨城県東海村にあるウランの加工施設で放射性物質が漏れた事故で、茨城県がこのあと早朝までの間、屋外に出ないで建物の中にいるよう呼びかけている地域です。日立市、登米町、東大沼町1丁目から4丁目、東金沢町1丁目から5丁目、東多賀町3丁目から5丁目、水木町1丁目2丁目、南高野町1丁目から3丁目、もみや町、森山町、日立市森山町1丁目から5丁目、大原町1丁目から3丁目、中丸町1丁目2丁目、花山町1丁目2丁目、三ヶ野原町1丁目2丁目、港町。今お伝えしているのは、茨城県東海村で放射性物質が漏れた事故で、茨城県が今日早朝までの間、屋外に出ないで建物の中にいるよう呼びかけている地域です。常陸太田市は原宿町、粟原町、磯部町、稲城町、内田町、内堀町、大森町、岡田町、小沢町、落合町、尾目町、柿和町、金井町、上川井町、上戸木内町、亀崎町、常陸太田市、木崎一町、木崎二町、寿町、栄町、里宮町、沢目町、三財町、島町、常陸太田市、下大門町、下川井町、白輪町、瑞龍町、高貫町、田渡町、天神林町、中条町。今お伝えしているのは、茨城県東海村にあるウランの加工施設で放射性物質が漏れた事故で、茨城県が今日早朝までの間、屋外に出ないで建物の中にいるよう呼びかけている地域です。常陸太田市、西一町、西三町、西二町、西宮町、長谷町、幡町、花輪町、馬場町、東一町、東三町、東二町、藤田町、真志井町、真由美町、宮本町、矢河原町、常陸太田市、山下町、ひたちなか市、安治ヶ浦町、石川町、勝田泉町、市毛、稲田、後ろの1丁目2丁目、表町、上の2丁目。今お伝えしているのは、茨城県東海村にあるウランの加工施設で放射性物質が漏れた事故で、茨城県が今日早朝までの間、屋外に出ないで建物の中にいるよう呼びかけている地域です。ひたちなか市、共栄町、高野、五代、笹野町1丁目から3丁目、沢、外野1丁目2丁目、高葉、武田、ひたちなか市、田比古、多良崎、勝田中央、津田、道畑1丁目2丁目、長砂、中根、長堀町1丁目から3丁目、常陸太田市、西大島1丁目から3丁目、橋壁1丁目2丁目、東石川1丁目から3丁目、東大島1丁目から4丁目、堀口。